こんにちは、速稼塾の久保です。いや、ソフトバンクの孫さんがまたやってくれましたよ。見てください、ソフトバンクブラジル最大の仮想通貨取引所に出資ということで、仮想通貨暗号通貨の取引所に規制を張ろうとしている金融庁のね、その目をかいくぐるかのようにですね、ソフトバンク出資してますよ、ブラジル最大の仮想通貨取引所に。いや、これはね、なかなか面白いんじゃないですか。バイナンスではなくてブラジルってところに目をつけたのがね、孫さんらしいなと思いますね。ソフトバンクグループがブラジル最大の仮想通貨取引所に出資を行った。資金を調達したのは南米で仮想通貨デジタル資産取引サービスを提供するマルカドビットコイン、なんだこれ、マルカドビットコインらしいですよ。シリーズ B ラウンドでソフトバンクラティンアメリカ、ラテンアメリカファンドから2億ドル、220億円を調達したということですね。220億円ね。資金調達規模としてはラテンアメリカ史上最大のシリーズ B ラウンドとなったとしていると。結構ね、読み慣れない言葉が多くてすいません。ソフトバンクグループは今年5月にもメキシコのビストロの出資をしており、ビットソーの出資をしており、へえ、ソフトバンクはね、メキシコにも出資してるんですよね。ラテンアメリカ圏の仮想通貨市場拡大を見越した動きが続いているということですよね。つまりソフトバンクは、中南米、こちらの方に目をつけて、ここを一気にね、暗号通貨によって買い漁ろうということですよね。まあ、世界中はどちらかというとアフリカに注目しているところなんですけども、このね、中南米っていうのは結構治安の面でも、京都ね、まだね、危なっかしいところではあるんですよ。で、金利も激しいですからね。だから国内の通貨が上下激しいボラティリティを、まあ、展開しているところにね、暗号通貨のボラティリティっていうのは違和感なく受け入れられるというふうに踏んだのかもしれませんよね。ソフトバンクは金あるねと、孫さん現物買いすることはやめたようだ、ソフトバンクグループすごいなというふうにコメントも並んでいます。私も同じような気持ちがありますね。いや、どうなっちゃうんでしょうね、このソフトバンク投資。結局は孫さんって今回も4兆円規模で利益出してますしね、もう解いた以上の利益額ですよ。いや、すごいな。まあ、このぐらいの資金力と影響力とチャレンジ精神を持っていけば、まあ、あのね、孫さん一択ではあると思うんですけども、すごいですね。まさにね、世界を牛耳る孫正義ということでございますけども、孫さんってもともとあれですかね、まあ、名前からも推察するにあれなんですかね、まあ、ワールドワイドな人材ってことでしょうね、きっとね、孫さん。これからもね、日本を引っ張っていっていただきたいなと思います。はい、じゃあありがとうございました。